このオンラインセミナーは、農林水産省が作成した新しい原料原産地表示制度、事業者向け活用マニュアルの別冊実践チェックリストと表示例に沿って、新しい原料原産地表示制度に対応した表示を実現するためのチェックポイントを解説します。事業者向けマニュアルの別冊実践チェックリストと表示例は、農林水産省のサイトからダウンロードできますので、印刷するか PDF で開きながらご覧ください。第1項と第2項では、これらの新しい原料原産地表示制度、事業者向け活用マニュアルを解説し、制度の概要やポイントなどを説明しています。このマニュアルのことを、今回の第3項では本体マニュアルといい、これから解説を行う別冊実践チェックリストと表示例のことを別冊マニュアルと区別して言うことにします。第1章、原料原産地表示を行うためのチェックリストは、適切な原料原産地表示をするために確認すべき事項を、商品の企画段階、準備段階、具体的には包材またはラベルシールの作成と原材料の調達の段階、製造段階、出荷販売段階の工程順にまとめたものです。チェックリストといっても、すべて実施する必要があるものというわけではありません。あなたの会社の製品が新しい原料原産地表示制度に対応した表示になっているかを確認するために、このチェックリストを活用してください。このチェックリストは、商品の企画段階でその商品の使用を決める書類を作成し、表示内容を定めている製造業者をモデルにしています。ここではその書類を商品使用書と呼ぶことにします。このモデルでは、まず商品の企画段階で原材料の配合を定め、その配合割合に基づいて、商品使用書の原料原産地の表示内容を決定します。包材の作成や原材料の調達にあたっては、商品使用書に基づいた指示や発注を行います。日々の製造段階では、商品使用書に基づく製造指示書により、その日に用いる包材や原材料を指定し、適切に原料原産地が表示された製品となるようにします。会社によって書類の名称は異なるかもしれませんが、この商品使用書に基づくモデルのように、企画段階から原料原産地の表示内容を決め、製品に確実に反映させることが重要です。では、企画段階のチェックポイントから見ていきましょう。まず、商品企画の立案の段階です。当該商品が新しい原料原産地表示の対象であることを確認していますか？確認するには、本体マニュアル28ページのフローチャート、ステップ1の91から95を活用できます。続いて、配合の決定の段階です。使用する原材料の重量割合が明確になっていますか？配合を決定する際に、使用する原材料の重量割合を明らかにしてください。使用する原材料の産地、製造地が明確になっていますか？配合を決定する際、問屋や卸、業務用食品メーカー等の調達先に、使用予定の原材料の産地、製造地について問い合わせし、確認しましょう。明確にするには、例えばこのような原料配合表に原材料の原産地と配合比を記載すると良いでしょう。続いて、商品使用を決定する段階です。商品使用の決定に際して、重量割合1位の原材料が特定されていますか？決定した配合に基づき、原材料に占める重量割合1位の原材料が、新しい原料原産地表示の対象となります。ただし、水や添加物が重量割合1位であっても、
それらは原料原産地表示の対象とはなりません。その次に重量割合の多い原材料に対して原料原産地表示を行ってください。その他にも留意点がありますので、別冊マニュアルの8ページや本体マニュアルの38から40ページを参照してください。重量割合1位の原材料の表示方法を決定していますか？原則は国別重量順表示です。それが困難な場合には、条件に従ってまたは表示や大くくり表示、大くくり表示とまたは表示の併用が認められます。条件に合わない場合は認められない表示方法ですので、本体マニュアル29ページのフローチャート、98から912を活用し、国別の重量順位の変動や産地切り替え、包材やラベルシートの切り替えが可能かなど、自社の事情をしっかりと確認してから表示方法を決めましょう。または表示、大くくり表示で表示を行う場合、重量割合上位1位の原材料の産地別使用実績、使用計画を作成していますか？国別重量順表示が困難な場合で、または表示、大くくり表示をしようとする場合、必ず根拠書類を保管する必要があります。過去3年以内の産地別使用実績から見て、今後の1年間も同様の傾向が認められる場合や、新製品であるが既存の製品と原材料の管理を共通化している場合は、産地別使用実績を作成します。過去3年以内の産地別使用実績から見て、今後の1年間で同様の傾向が認められない場合や、原料の調達先の変更が確実である場合、新製品である場合は産地別使用計画を作成します。または表示をする場合は、一定期間の使用実績または使用計画に基づく表示順である旨の注意書きを表示する必要があります。その注意書きの表示と根拠となるデータに齟齬がないように確認しましょう。根拠書類や産地別使用実績、使用計画の詳細については、本体マニュアル15から21ページを参照してください。加工原材料の原材料の産地を生鮮原材料まで遡って表示する場合、加工原材料の重量割合上位1位の生鮮原材料の産地が特定されていますか？重量割合1位の原材料が加工原材料の場合、製造地表示をすることが基本ですが、その原材料の産地を生鮮原材料まで遡って、生鮮原材料名とともにその産地を表示することができます。この場合、加工原材料の容器包装の表示や調達先からの商品使用書、送り状、納品書等で遡った原料原産地情報が確認できるのであれば、それらを参考にしましょう。商品使用書における一括表示欄にある原材料名の記載内容が新しい原料原産地表示制度に適切に対応していることを確認していますか？商品使用書における原材料名、産地、製造地、表示方法等が適切であるか確認しましょう。実際の商品への表示に反映させる元となる情報になります。続いて、包材やラベルシールの作成の段階でのチェックポイントを見ていきましょう。まず、表示原稿の作成段階です。商品使用書に記載した一括表示などが正しく包材の表示原稿に反映されているか確認していますか？包材の表示原稿の作成の際に商品使用書での記載内容が正しく反映されていない場合があります。次に包材の発注段階です。包材原稿と表示原稿が合致していることを確認していますか？包材の原稿の記載内容が印刷会社などが作成する印刷原稿に正しく反映されていない場合があります。そして包材が納品される段階です。
納品された包材が包材原稿通りに印刷されていることを確認していますか？印刷会社などが誤って包材原稿、いわゆるゲラと異なる包材を納品してしまう場合があります。以上のミスを防止するため、複数人での読み合わせや原稿のチェックを行うなどにより正確性を担保しましょう。納品された包材を保管する段階です。受領した包材を分別保管していますか？同一商品でも異なる原産地表示の包材を使用する場合は、包材を誤って使用しないよう、包材は分別保管しましょう。表示のためにラベルシールを使う場合にも、同様に使用書の記載が表示原稿に正しく反映されているか、ラベルシール機の入力画面と表示原稿が合致しているか、出力したラベルシールが原稿通り印刷されているか確認しましょう。ラベルシールの分別保管にも気をつけましょう。続いて、原材料の調達の段階でのチェックポイントです。まず、調達先への発注段階です。発注の際には、当該原材料の原産地の情報を伝達していますか？商品使用書に定めた原材料の原産地と、実際に仕入れる原材料の原産地とが確実に合致するように、原産地を発注表に記載するなどして、確実に調達先に伝えましょう。原材料を受け入れる際の研修の段階です。発注した原材料が正しく納品されていることを確認するため、発注表と納品伝票等々を付け合わせていますか？原材料の受け入れ時に発注表と納品伝票等を付け合わせて、原産地が発注通りか確認しましょう。納品伝票は原材料の原産地の根拠になるので、適切に保管してください。原材料の保管段階です。納入された原材料を分別管理していますか？異なる原産地の原材料を保管している場合、誤って使用されることを防ぐために分別管理をすることが必要です。産地別に保管したり、保管場所に産地名等を明示することが望まれます。続いて、製造段階でのチェックポイントです。まず、製造の指示の段階です。商品使用書であらかじめ定められた原材料の配合に従って、製造の指示が行われていますか？商品使用書などで定められた通りに原材料の配合が行われないと、製造された商品に使用された重量割合1位の原材料の原産地と、商品に表示された原産地との間で、齟齬が生じる恐れがあるので、原材料の配合が使用書通りに確実に行われるようにしておくことが求められます。配合製造の段階です。製造の指示、つまり製造指示書通りに配合製造が行われているか、製造現場に立ち会い確認をしていますか？異なる原産地の原材料の使用を防止するために、製造指示書に従った配合製造が行われているか、責任者による確認が望まれます。容器への充填や包装の段階です。製造の指示と包材またはラベルシールの記載内容が整合しているか確認をしていますか？使用された原材料の原産地と包材に記載された原材料の原産地の齟齬を防ぐために、製造指示書と包材の記載内容が整合しているか確認することが望まれます。製造結果を記録する段階です。製造の指示と包材またはラベルシールの記載内容が整合していることを確認した結果を記録していますか？製造の指示と製造された製品の表示が整合し、それを確認したことを明らかにしておくために、製造指示書と
包材またはラベルシールの記載内容が整合しているか確認した結果を記録しておくことが望まれます。最後に出荷販売段階でのチェックポイントです。取引先との商談にあたって商品使用書に基づき重量割合1位の原料原産地を伝えましたか？特に業務用加工食品の場合には販売先との合意や販売先での取り扱いによって伝達が義務となる場合がありますので注意が必要です。業務用加工食品であって販売先の最終製品の製造者との間で最終製品において生鮮原材料の産地まで遡った表示をすることに合意した場合は業務用加工食品の重量割合1位の生鮮原材料の産地情報の表示・伝達が必要です。輸入品以外の業務用加工食品であって販売先において当該業務用加工食品を単なる切断・小分けなどを行い最終製品とする場合には業務用加工食品の重量割合1位である原料の原産地の表示・伝達が必要です。また原産地の切り替えが生じた場合販売先への連絡が必要か確認しておきましょう。詳しくは本体マニュアルの59ページから63ページをご参照ください。別冊マニュアルの第2章では加工食品25分類別に代表的な商品について新しい原料原産地表示制度に対応した表示例を示しました。これらの表示例の中に自社の製品に近い例があれば具体的にどのような表示にするかをイメージするためにお使いいただければと思います。ただしここで示した表示例は全ての種類の商品をカバーしているわけではありません。また表示方法も当該商品で考えられる表示方法の一例に過ぎません。この動画の第1章やオンラインセミナー第1項と第2項で解説した本体マニュアル等も参考に実際の商品に応じた適切な表示を行ってください。ここで表示例の利用上の注意点を説明します。第1にこれらの表示例はこの別冊マニュアル作成時において一般に流通していた商品からサンプリングした表示を参考に作成したものです。したがって同じ品目であってもそれぞれの商品ごとの製造工程や使用する原材料に応じて表示を行ってください。第2にこれらの表示例には添加物・アレルゲン等の表示は記載していません。実際の表示では添加物・アレルゲン等原料原産地表示以外に必要な表示も適切に行ってください。第3にこれらの表示例では原料原産地を原材料名表示の後に括弧をつけて表示する方法で示しています。他に一括表示欄に原料原産地の事項名を設けて表示することもできます。農林水産省のウェブサイトでは、これらのマニュアルの他にも、原料原産地表示制度関係規定集を掲載しています。これは、新しい原料原産地表示制度が定められている、食品表示基準や指導の指針となる食品表示基準について、また、詳細な解説である食品表示基準 Q&A のうち、原料原産地表示に関わる箇所を抜粋したものです。実際にどのような規定に基づいているのかを確認したい場合は、この規定集をご利用ください。最後に、よくいただく質問とその回答を紹介します。質問1、または表示を検討しています。過去の使用実績順で原料原産地表示を行い、令和元年の使用実績順とパッケージに注意書きをした場合、そのパッケージをいつまで使用できますか？
過去の一定期間における産地別使用実績は、表示をする時点、つまり製造日を含む1年間から遡って3年以内の中での1年以上の実績とされています。仮に1年間の使用実績を用いる場合には、3年前までの1年間を用いることができます。したがって、令和元年の使用実績順という注意書きをした場合は、令和4年を製造日とする製品まで使用できることになります。ただし、この例では令和元年の産地別使用実績と実績に基づくその後の産地別使用予定とが同様な傾向になる場合に限ります。もし傾向が変わる場合には、表示を見直す必要があります。質問2、 A または B または C と表示したとき、 A のみ、 B のみ、 C のみになっても問題はありませんか？条件に従って適正にまたは表示を行った場合に、その製造期間内において原料原産地が A のみ、 B のみ、 C のみとなる場合があっても問題ありません。 A または B または C と表示した場合に、その原料原産地の組み合わせパターンに A のみ、 B のみ、 C のみの場合も含まれます。ただし、 A、B、C 以外の原産地の原料を使用することはできません。質問3、対象原材料が生鮮食品なら原料原産地を〇〇産と表記し、対象原材料が加工食品なら〇〇製造と製造地を表記すると認識しています。では対象原材料が卵白や液卵である場合、どちらですか？生鮮食品、加工食品のいずれなのか判断するにはどうしたらよいですか？食品表示基準では、生鮮食品、加工食品それぞれの定義をしています。別表第1に掲載されているのが加工食品、別表第2に掲載されているのは生鮮食品です。ただし、別表第1において加工食品に分類されている食品であっても、一般的に生鮮食品に近い食品であると認識されていることなどにより、製造地表示になじまない食品があります。消費者庁の食品表示基準 Q&A 原言51に、そのような食品に該当する場合の取扱い事例が掲載してありますので参照してください。こちらがその事例です。卵白、液卵については、原材料名が卵白なら生鮮食品として扱い〇〇産、原材料名が液卵なら加工食品として扱い〇〇製造と表示してください。質問4、干しひじきを原材料として使用した惣菜を製造しています。原材料の配合割合は干しひじきより醤油の方が大きいのですが、干しひじきを水戻した状態では醤油より大きくなります。どちらの原産地を表示する必要がありますか？基本的に原材料の重量順を決める際には、比較する原材料について同様の状態にして比較する必要があります。したがって、乾物を戻して使用する際には水戻し重量で計算します。ご質問の製品の場合は、干しひじきが重量割合1位となるので、干しひじきの原料原産地を表示します。なお、一括表示にどちらの原材料名で表示をしているかによって、製造地表示か産地表示かを判断することになるので注意してください。すなわち、干しひじきと表示した場合は加工食品を表す原材料名なので、製造地表示〇〇製造で、ひじきと表示した場合は生鮮食品を表す原材料名なので、〇〇産とひじきの産地を表示します。質問5、別冊マニュアルの39ページの米菓カッコピーナッツ入り柿の種の例では、原材料名欄のバターピーナッツの次に国内製造、続いてカッコをして
バタービーナッツの原材料が表記されています。国内製造の表記の位置について、まずバタービーナッツの原材料を表記してから、国内製造と表記しても良いですか？どちらの表示表記も可能です。商品によっては、括弧の中の複合原材料の原材料の種類が多く、記載が長くなってしまう場合があります。その場合には、長い括弧の後に国内製造と表示しても分かりにくいと感じる可能性があります。消費者にとっての見やすさを考慮して、表示位置を定めると良いでしょう。新しい原料原産地表示制度の Q&A については、制度を所管する消費者庁のウェブサイトに、食品表示基準 Q&A 別点新たな原料原産地表示制度が掲載されています。その抜粋をこのマニュアルの関係規定集に掲載していますので、参考になさってください。新しい原料原産地表示制度についてご質問がある場合には、こちらの電話番号にお問い合わせください。本体マニュアルの冊子の巻末にも記載しています。新しい原料原産地表示制度、事業者向けマニュアルオンラインセミナーをご覧くださってありがとうございました。これらのマニュアルを活用し、新しい原料原産地表示へのご対応をよろしくお願いいたします。